Alright, now let's see how does this work. This goes in here. This goes in there. Power it up. みなさん、こんにちは。ああ、日本語全部忘れた。みなさん、こんにちは。これは、ドリームカストです。セガの一番最後ゲーム機だ。何年 ?1998 年ごろ。今は、2017年、5時ごろ。おー、見てみんな。BMU だ、メモリーカードと、でっかいの、デブ、コントローラーだった。懐かしい、これが。じゃあ、なんかゲームやろうかな。どれ。はい、こっち。うるさい、ゲーム機。ジョンク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 。古いからね。15年ぶり頃かなと思います。じゃあこのゲームはどっちの知ってる？セガのゲーム、セガのゲーム機。そしてゲームはちょっと待って。50、60Hz。じゃあ今は、4K テレビがあるね。そして、50、60、どっちでもいい、と思います。このゲームは、セガのゲーム。パッパリパッ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 パーッ。イピー！ソニックアドベンチャーです。ゲームキューブとプレイステーション2バージョンもあるですが、これが一番でしょ？ああ、フルリ CG だ。でもその悪くないね。まあまあです。じゃあ、このゲームは実はセガゲーム全部は面白い音楽ある。ギターとか青い空がある。いつもセガスタイルです。いや、他はね。そう、ドリームカスの有名なゲームは何がある？シェンムー、ハウスオブザデッド。でもそのゲームがやれない。新しいのテレビはライトガンゲームができない。お、マイルズ・テイルズ・ポラワーだった。かわいいね。きつい。それはエイミー？これはエッグマンだ。ドクター・ロボットニック。でもこのゲームはあまりその良くない。面白い。懐かしい。でも、ちょっと NG ゲームだった。3D ソニックゲームはあまり良くない。距離がいい。もうすぐ8月新しい 2D ソニックゲームがある。ソニックマニア、超面白そう。じゃあ一緒にやりましょう。じゃあこれからドリームカスゲームがたくさんビデオを作りましょう。バイバイ。